え、ラストの雪松さん、あの時間に部屋着で外出って恥ずかしくない？はい、初恋の悪魔第3話。今回はですね、もう第3話にしてもう犯人を確定したいと思います。あの、まぶち兄を多分殺した犯人をね、消去法でね、まあもうこれといった決め手がないんで、無事もう皆さんが世間的に思っている犯人にたどり着くことができるのかっていうのが見どころの動画ですね。ということでね、スメキッツさんの第二人格が、まあまぶちゃんに殺した、違うこれみたいな方はぜひ最後まで見届け、よろしくお願いします。まずね、現時点でまあちょっとでも怪しい行動あったやつをまあ5人ほど絞りました。まあまずはね、まあつみきっさん、まあさっきも言うてたんで、まあつみきっさん、あとまあ伊藤英明さん演じる雪松、うん、なんか最後に監視みたいなしてたじゃないですか。接点ないけど森園さん、個人的にはなくはないかな、ギリギリっていうラインで、まあ、まぶち、中野太賀さんと、鹿浜。この5人でね、ちょっと消去法いきたいと思います。まずは鹿浜で、雪松が怪しんでるんで、まあ、ストレートで犯人って可能性もあるんですけど、猟奇的殺人、大好き言ってるけど、やる側じゃないかなと思うんですよね。積み木さんに向かって殺したいとか言ってたけど、あれも結局恋心やったんでね。なんでまあ鹿浜は違うと思いますね。まぶちね、まあ、中野太賀さんなんですけど、まあ同期で言うたらまあ一番ありえるんですよね。今のところ兄貴ばっかりひいきされてる家庭なんで、そんな兄に嫉妬してやっちゃいましたみたいな展開がまあベタなんですけど、あの2話のラストね、兄と、嘘の電話してたじゃないですか。あのリアクション見て、犯人と思えないんですよ。なんやろ、殺してる側があんなリアクション自然に取れないっすね。なんで、まあ、まぶちも白かなと。もう、周りくどいやろ。消去法でも5人もおる中から絞る。なんでもう犯人言いますよ。まぶち兄、殺した犯人は、雪松署長です。伊藤英明さんね、一番怪しいんですよ。個人的に怪しいなーって思ってんのが、鹿浜の家に、なんか、監視カメラあったじゃないですか。あれがね、警察の仕業やと睨んでるんすよね。空き巣事件あったじゃないですか。で、その時の捜査で警察が入ってきて、で、監視カメラ設置。まあ、タイミングとして、バッチリすぎるんですよね。今までの考察ドラマとか見てきた中でも、警察が純粋に警察するっていうのはあんまないんですよ。鹿浜って結構、犯人言い当ててるんですよね。1話から3話通して。なんで、そこを見込んで、もし自分が犯人やとバレたら、あいつらも消すぞーみたいな、そういう理由で監視カメラ、やと思うんすよね。あとね、まあ、坂本脚本っていう視点で見たら、まあ、カルテットっていうドラマあって、それも、なんか監視があるんですよ。まあ、結構ベテランの、女性の役者さんがおばちゃん役で、その人が、まあ、満島ひかりさんに松たか子さんを監視してって頼んでたと。で、これまあ最初はもう何もないやろ、松たか子さん何も怪しいとこないよって思ってたら、監視を依頼したおばちゃんがその松たか子さんの元旦那のお母さんやったっていうね。今回の監視でもどんでん返しあるとしたら、無難に林遣都さんが犯人じゃなくて、実は雪松さんが犯人でした。これは視聴者もビビるよ。
ということでね、まあこちらのチャンネルでは雪松が犯人と睨んでもうドラマ見ていきましょうよ。もし外しても、まあそれはそれでも楽しいからいいじゃないですか。うわ裏切られたみたいな、もうそういう盛り上がりある、うん、もうそういう楽しんだらいいんですよ。それがドラマ。もう視聴率低いなとか、もう考えんと楽しんでドラマ見ましょう。それがもっと。どうも、あっしゃー。